は？はあ。ぐ。奴との戦いで深手を負った。このままでは、敵に遭遇したら、確実に逃げられない。ふっ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 ふ。奴らに味方するとは、よほど死に急いでいるようだな。哀れな奴よ。誰だ？クロスト様？奴らに協力して、楽しいか？ラゼルよ。貴様は我々に、恩をあだで返すつもりか？ぐ。あなた様の野望を止めるだけだ。それ以外の目的はない。それを、恩をあだで返す、ということだ。貴様は恩で返すつもりだろうが、成り立っておらん。貴様はサムとの戦いで負傷しているな。我々の使命に反落した貴様を、この場で死刑したいところだが、チャンスをやろう。一週間以内に我々の元に戻るのなら、処刑は取り消してやろう。それと、貴様らテロリストどもに、宣戦布告をしに来た。宣戦布告だと？間もなくこの惑星は、氷の惑星へと変わる。生物兵器でな。もはや誰にも止められぬ。なんだと？そんなことは絶対にさせん。果たして貴様らに、我々を止められるかな？せいぜい、幻想郷が氷河期になるのを、見届けるがいい。ふっ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 ふ。くっそ。もうじきこの星が、氷の世界に変わるってかよ。畜生が。おい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 。手荒な真似をしてくれるな。一体何なんだここは？さっきいた場所とは違うじゃないか。ここは隙間空間よ。な、お前は、さっき奴らと戦っていたはず。あいつはどうしたんだ？キュービの尻尾を持った奴。ああ、ランのことかしら。ランならゆゆこのところに火星に行ったわ。それより、さっきは助けてくれてありがとう。私は役もゆかり。あなたが駆けつけてくれなかったら奴らに捕まっていたわ。あなたはあの連中の関係者よね？知っているなら奴らのことを話してほしいんだけど。いいかしら？手荒な真似をされたからさっきは許せなかったが、お前はこの星の管理者だな。いいだろう、教えてやる。奴らは創造軍といって、宇宙のあちこちにある惑星を氷の惑星に変えて、惑星丸ごと作り変えて、創造軍だけの帝国を築き上げる。それが奴らの目的だ。奴らの戦力はお前らでも、とてもかなわない。四天王とフロスト様がいる限りな。創造軍は兵士どもと核兵器、武器を使いながら惑星を制圧している。血も涙もない。あなたの通り、奴らはかなりの力を持っていたわ。ヘカーティアでも、ユユコでもかなわない相手もいるのよ。大変です、ユカリ様。幻想郷が奴らに氷河期で覆われています。なんですって？な、くそ。こんな時に。今すぐ幻想郷に行くぞ。な、もう氷河期に変えただと？一体どうやってやったんだ？くそ。これが、今の幻想郷？幻想郷を、これほどの制圧できる力を持っているとは。私たちも奴らにはお手上げ、ということになりますね。あ、幻想郷はもう、終わりなのね。どうあがいても、絶望しかないのね。ゆかり様。俺たちはここで万事休す、というわけだな。